はい、西見の88人衆のパワープロ2018対戦企画、第1戦目のチーム紹介として、お互いのね作成したオリジナルチームを見ていこうという流れなんですけど、先にじゃあムンムンフェロモンズ、ムンムンフェロモンズか神さんのムンムンフェロモンズを見ていきましょう。一軍は一応自分で作った選手のみになっておりますね一応コンセプトがあるんだよね。コンセプトは、お互いがなんだろう撮った動画の、まあ、操作したキャラとか主要キャラで名前を作ろうということで、神さん単体のやつと、はい、あと僕は西見のとか、あとはボルゾイ時代の2人でやったやつとかも込みになってますね。なるほどね、まあ、やっぱ稲葉さんよりやってる本数は少ないのでチンポッポってなんだっけあのね、マリオ、ビップマリオにね、いたんですよごめん、なんの脈絡もないチンポッポだと思ってちょっと焦っちゃったそれはひどいねまあね、エロスとチンポが並んでるからね。そうか、他は大体わかるかな。他わかりますか、まあ、リュウリとかジョーヒ、あ、フレディか三国志ゲームはまだやってない気がするなと思ったんだけど、リュウリ、チョーヒ、チョウン、タウンがねいるんですね。いたね二軍はあれ、多分手つかずですね、まだ、うん、ボルシンガーとかなんかかっこいい名前、ね、二軍はほぼほぼロッテですね。ロッテをベースにしたんだね、はい、でチーム名は有限会社またぐらムンムンフェロモンズ、ね、ひどいね、本当にひどいかなまだお前の見てないからな有限会社なんだね有限会社ですね、まあ、草野球チームと言ってもらって差し支えないなるほどね、コンセプトは非常にあのいいですよねこれどうする、選手能力まで見せる、あ、見せないですか、あ、見せますか、じゃあ顔もね、顔とかもね、結構作り込んであるんで、やっぱ一応、そうね、一番出来のいいうちのエースは、またぐら薫。自分なの、自分っていうか、自分というか、まあ、スプラトゥーンキャラのやつね、あの、あなたが脇下しぶきで、はいはい、僕がまたぐら薫でやってた時期があるじゃないですか、あ、そうですね、その頃ですね、これは顔は、顔は適当、そんな顔だった顔は適当、僕のすごいついてますね、緑のアフロなら何でもいいっていう感じですねそうですか、はい、これエースなの、その位置なんだ、だいたいダグラス西村の位置かな、あの、ね、作った順に入れてるから、うん、まあまあまあ、これ、うん、これからね完成を見るね、そうそうそう、まだまだこれからのチームですから、ね、ダグラス西村さん覚えてらっしゃいますか、サイレントヒルです、ね、サイレントヒルの西村じゃないんだもう西村でいいんじゃないですか、で顔はちゃんと作ってますからね、同じくサイレントヒルか、ヘザーさん、ヘザーでちゃんと特殊変化球、コットボール悪いですね大黒屋は、大黒屋は悪大官、悪大官ですね、で大ピッチャー大黒屋悪そうな顔してますねいい顔だろ、でちょっと飛ばしますけどキャッチャー悪大官で、はいはいはい、バッテリーを組みますから、強いね、悪大感、悪大感いいでしょう、まあ、金徳が取れなかったのが唯一の後悔かな、ね、で能力的には十分キャッチャーできますから、うん、今日はそうですね、張飛顔はね、三国志キャラの顔を作るの楽しそうだな、あのね、顔は一応フレディの顔作ろうとしたんだけど人外は無理そうですそうですね、ので、横光三国志から撮っております、張飛、はいはい、はこれわかるわかるよ、劉備、ああ横光三国志だね弱いな劉備劉備二刀流ですあ、そういうこと、劉備といえば二刀流、なるほどね、うん、なるほどね、劉備二刀流で呂布に挑んでたでしょ、まあ結果中途半端なんですけど登板してほしいですね、とはまあ二刀流といえば元祖二刀流松中二刀流じゃねえし弱いよピッチャー能力、野手能力も弱い失敗キャラでしょ、ね、パワフェスの2回戦負けのキャラですね、これは基本パワフェスで作ったキャラです、ほぼパワフェスです、選手作るのもね、いろんなモードがあるんですよね、うん、パワープロね、今回は2人ともパワーフェスかな、俺もパワーフェスしかいないです、ね、これは強いですね、金田翔太郎、鉄人28号より、
161キロかな、すごいね。必殺の鉄人急降下オリジナル球種もオリジナル球種多いね、なんかみんな持ってる、ね、うん、そのせいでね変化球が伸びないんだよねすげえポイントいるんだよあれ。あ、300ぐらい必要だもんね。まあでも強いですよ翔太郎くんは。昨日作りました。おお、それ成功ですね。はい、大成功でしたね。ピッチャーはこの8人、主に戦力としては6人、劉備と松中は戦力外かな。オリジナル選手以外は使用不可というで、ね、はい、やって全部2軍に落としてますので、まあ、6人いれば十分ですし、5イニングだし、やっぱ5イニングかい。え、いやまあまあで野手が、うん、キャッチャーはさっき見せた悪大官と、うん、もう一人金徳で守備固めようかな、エビスマンが、うん、あ、いないですね、金徳持ってないですね。ちょっと定休室だと思ってるじゃないですか控えです一応キャッチャーとして必要な能力は持ってるから。そうだね、守備型になる、ね、ファースト強いな、パワー強いな。ファースト青鬼頑張って再現しようとしたね。頑張った感出てるでしょ。頑張ったね。そうだね、パワーヒッターつけれなかったんですよ、パワー S にしたのにしかもパワーより足の方が速くなっちゃったね。あ、まあでも青鬼、ね、残念だねまだこれからです、はいはいはい、同じくファースト、おお来た、トラックスラー伝説のそんなこれ、ね、そんな見た目なんだっけ。トラックスラー顔はですね、うん、僕が想像で作りました黒人でもなかった気がするんで、調べたらブライアン・トラックスラーっていう選手が大英のチケットで ね、 でねいまして、はいはい、名前の響きからこんな感じかなって知らないもんね知らないからね現役時代実際のトラックスラーね。ちなみに本ご本人もお亡くなりに、うん、あ、そうなんですか。はい、サワンキラーがついてますねあとなぜか足が速いそうだ、なぜか、ね、あのね、ファースト作ると敏捷が余るんですよ。余るよね。セカンド、お、ね、夢日記からポニコですね。かわいいね。これね、あの顔を左に向けると激似だからあのドット絵に再現率高いね。あ、強いね。そして強いです。野手で一番成功したキャラかな。魔術師ついてんだ。魔術師とめった打ち、ヒット1本打ったら能力ぐんと上がりますから。お、見ててください。これ出していい福留っていたっけあのねまだ動画になってなくて、福留のりおさんなんですけど。あ、ってこと。はいはいはい、はい、じゃあ先にあげるよ。そう、まあ、まあ失敗作ですね。トメさんです。トメさん、トメさん、ね、はい、あのウルトラクイズのトメさんジジイ顔頑張って作ったんで。似てるね。でしょ、似てるね。顔はね努力したんですよ。でポニコと並んで顔は自信作の窓付き、うん、再現率高えな。いやこれすぐ作れたね三つ編みのお下げで目が線っていうだけなんで窓付きショートなんだね、うん、あのポニコと二遊間組ましたから。おー、なるほどねこんなになんか息合ってる感感じられない2人ですけどね中では。ただ窓付きもそこまでうまくできたわけじゃなくて、まあ、ギリなんとか無理やりオール A にしただけみたいな。あ、能力的には、はい、感じですね。ポニコは良かったんだけど、うん、でショート、うん、ショートはまあ窓付き試練失敗試練がね難しいんだよね。葉っぱくわえてるだけですね特徴この髪型にすると怒りにしか見えなくてそうだね、使いづらいよね。使いづらいね、はい、サードカン、おー、サードカンはすげえわかるなサードカンあるよ、ね、あのカンを作った後で、あ、ファースト商品すればよかったって思ったんBA なんだ、ミートトッパーカンなのにちょっと、うん、ちょっともう人うるさい一押し、ね、肩上げたら足んなくなっちゃうでもサードって肩欲しくないですか。欲しいね、うん、肩を優先したいいと思う、はい、攻守に ね、うん、入れた守備側に傾けたペケジはね、あ、顔が試練の仲間なんですけど顔が作れなくて、うん、はいはい、あ、あの大量水産の 松崎かな。松崎さんですね。松崎の顔ですね多分ね決勝で負けたぐらいの能力だと思う。輪郭がね選べないからね自分で、ね、あの輪郭がねこれ1個しかないんですよ。限定されるよ、ね、カンは横3つカンですよ存じ上げております。
ガイアはまたサイレントヒルからこれ苦労した顔結構さ果敢にさジンガイ行くよ俺ジンガイキャラはね今回省きましたよ。え、じゃあメダロットとかいないんですか。メダロットはオチンペットはいない。メダロットのはいない。登場人物はいるけど、うん、エロス、エロス群を抜いてエロス顔は想像するしかなくて、うん、まあ気持ち悪さだけが伝わってる、うん、気持ち悪くしようと思ってこうなりましたね。名字群を抜いてなの。名字は群を抜いてですなるほどね。群を抜きましたあとチンポッポちゃんこれねこの顔が難しくて、あ、うん、目がまん丸でふぐりがついてるんですけど、チンポポちゃんってどういうやつだっけ。こういうやつなんで、あとなんねえけど、とりあえずすげえ緑だなっていう僕の想像で作る人物に関しては緑になりますねそうですか。ブーンは想像です。マリオのナイトホライゾンですね。わかんねえ、まあ、目がこうニコッとした目なのでこれもね苦労した緑だね緑アフロが好きなんだね。苦労したんだろうけどあんまりその苦労さが伝わってこないこれはこれ分かりやすいんじゃないですか。伸びた伸びはざから伸びた伸びた分かる伸びたまあまあ強えな。ルーキーで優勝したぐらいの能力じゃないかな割と序盤に作ったんですよね、伸びたと最後に、超総力エースはこだわりを感じます、ね、こだわりましたね。顔は横三つ超運なんですけど総力 S で盗塁走塁プレッシャーランホーム突入つけましたので、うん、いいね。超運感がかなり、超運感かなりありますね。一気がけをしそうだなって思ってもらえるかな。外野の要ですね、超運ね。センター超運ですね。はい、我がチームは以上でございます。おーい、あ、一応ユニフォームも出すかい。そうだね、はいマークっていうか、球団旗に全然フェロモン要素がない。間違えた。球団旗はね、後で変えようと思って直すのは忘れてましたね。今直してよ。球団旗、亀があったんで、亀の頭があるんで、それにしようかなと思って。どこだっけ？あ、タートルですね。これで行こうと思います。はい、緑だから。緑だからですね。あ、なるほどね。亀の頭は別に関係ないですね。熊で良かったんじゃない球場学校なんだ学校だよ。これは草野球チームだから学校だよ。ビジターユニマジクソだなねホームで力尽きたんだよビジターもいいやと思って。力尽きたにも程があるでしょ全部同じユニすごいね、はい、ホームはいいですね。ホームは、うん、はい、緑を主体としつつちゃんと色を変えて作りましたね。主体としつつ全部緑ですけどねいいんじゃないですか。いいですよね。ーマークともマッチしてるね。私ホームでいいですか今回。いいよホーム側でこのメンツで挑ませていただきます。はい、一番ポイント高い選手がポニコの576かな。野手でね575俺いないからね。お、多分野手は最強ですよこの界隈。じゃあ行きますか。行きますか。 ZZ ね。俺の何の Z ですか。俺のチームこれです。おお、稲葉ズッポシ村サンダーズッポシズ噛みそうだ。ズッポシ村は今やってる動物の森の村の名前ですけど。村なんですね。人外は使わないという縛りなので動物はいないです名前だけですね。動物の森要素はね。で村対有限会社ならいい勝負じゃないですかサンダーは君の瞳にサンダーボルト殺人事件という往年の名作を2回ほど実況しているので難しいなそっから撮ってるんですけど、ね、ユニフォームちゃんと作り込んでますね。ユニフォームはそうですね。力尽きた感ないですね。マークにも合わせてるし、うん、俺鹿の一族のカラー的な感じでもあると。あ、ブルーしたい。どうせ緑だろうなと思ったんで被りは気にせず作りましたねって感じ。ちなみに短縮名ズッポシズですけど、チーム名を実況の人が呼んでくれるんですよね、うん、音声。
ただズッポシズっていうのなかったので、はい、サンダースと呼んでくれるはずです。じゃあ短縮名そっちにそっちにしろよ。いや、そうすると頭文字 Z にできる。 Z かっこいいなって思ってね。わかるかい？ Z はまあそうね、うちは M だけどね。VWXYZ あたりは大好きですよ。そうですか。後半そうですか。じゃ選手見ますか。見ましょう。おお、結構ピッチャー多いな。基本2軍が全て3打で埋まってると思う。とりあえず3打で作って成功したやつの名前を変えていく戦法だな。君の瞳にサンダーボルト殺人事件の主人公サンダ先生をモチーフとした失敗作たち。1軍にもちらほらサンダ先生いると思うんですけど、まあ能力値的には非常に弱いサンダ先生たちですね。時々強いサンダ先生がいるんで侮れない。2軍は大体弱いサンダ先生。 AS とかいたけど。失敗作残すんだね、ちゃんと。まあこの穴埋め要因として利用できるなっていうところですね。でピッチャーから見ていくと、ラはエースはね、ラは、ね、トゥルーリメンバランスです。あ、怪盗と変幻自在。600超えは強いね。二刀流とかじゃないでしょ。600超えはね、ピッチャーはね、結構ね、オリジナル変化球を入れなければ作れると思います。入れなさい。あとは送電灯の未明ですね。大体みんな金徳はね、持たせるようにしてます。ピッチャー強いな。レツカさんですね、これが一番強い。672はね、すげえ成功した。顔もちゃんと作ってますね。ちゃんと作ってますね。レツカさんも顔覚えてますよ。で、ズベケはわかんない。ズベケはね、ご近所冒険隊のね、博士キャラのこと。精密機械を頑張って取りました。博士らしく。まあ、すげえ筋力が余ってスタミナが100になったっていう。あまり博士感がない。ピッチャー強いな。エヴァがトゥーザムーンのキャラクターですね。ドクターのドクター K をなんとかつけようと、結構こだわってる。金徳多いね。金徳多いでしょ。強いわ。オリジナル変化球ね、取らないんで。メイリンは天地創造ですね。あ、やったかな。結構昔のゲームをちゃんと、アリカちゃんとカリンちゃんは覚えてますよ。メダロットですね、うん。見た目も結構ね、頑張って作ってるつもりなんですけど。あ、カリンちゃん似てる。カリンちゃんこれ、ね、メダロット R のカリンちゃん。金髪のツインテールっていうだけかな。でもよく似てますね。その二人わからないな。スルピカ刑事はね、パラサイトイブに出てくるモブの刑事ですね。モブ顔だね。モブの刑事、その1とその2ですね。顔一緒じゃねえか。ノンツルピカは、いや、でもね、髪の毛が生えてる。ノンツルピカ。ツルピカハゲてる。髪ある分能力も高いですね。ノンツルピカね、割とね、中継ぎエースだから。ダンダ刑事ですね。これはあれだね、サンダーボルトかな。サンダーボルト殺人事件ですね。勝利の星がついてる。抑えが、大将というホラーゲームに出てきたウイコさんです。威圧感を頑張って取った。威圧感よく取ったな。すげえ大変だった。でも、怪盗と脅威の切れ味もね、ついたんでね。威圧感取ろうとしても取れないんですけどね、なかなか。すげえ頑張った。大変なんだよ、威圧感と。そうなんだよ。あとはキャッチャーいますか、それ。これ、トリタか。サンダさんしかいないけど。ああ、やっぱ球界の頭脳持ち？球界の頭脳はね、必須ですね。球界の頭脳を取ると能力がそうなるんですよ。そうなんだよね。権力、守備力、補給、S の方がいいかもしれないけどね。うん、どうだ、ファースト、ヤバキチ。まあ、だろうね。これしかですね。目つきが。威圧感、取りました。よく取ったね。目つきがいいね。いいでしょ、本物より。もう少し金徳がね、欲しかった。セカンド、ワンダープロジェクト J より、ガンジー。うちにもいたな、その顔。いや、これ、進むの、ああ、髪型なんでね、アンダ製造機を頑張って取りました。ショート、カズエ。ワンダープロジェクト J2 ですね。ラブボディは、人外なので。その人外と人外じゃない境目がさ、擬人だから。ガンジーとカズエも人外。ガンジーカズエの二遊間はやっぱね、心躍ると思うんですよね。あとサンダさん、サンダさん、モノホンのサンダ先生はいない。モノホンのサンダ先生全員モノホンですよ。あとバムとラグーンよりパルパレオス、ショートの控えですね。でサードがね、ドリトス、懐かしいな。ドリトスはご近所冒険隊ですね。
ょっと笑いすぎて汗かいてきた。楽しいね。エアコンつけてくれないか。ちょっと待って、サンダさんは試合には出てくるんですか。サンダさんは出そうと思えば出せるけど、レギュラーのサンダさんは一人もいないから。外野3人衆が、うん、ペロンブレアね。ああ、キスタペロンちゃんはマイエンジェルなんで、もしかしたらガミが作るかなと思って。俺一応譲るつもりで。あ、そうなんだ。作るにしてもナメオしか作らない。草子もいいよ。草子はお前が作れ。これあのパラサイトイブ版ですね。ペロンブレアちゃん美人。これ肩 S で高速レーザーをつけた、うん、センターかな。これ街のね、厳しいね。アメミヤ・ケイマ刑事ですね。オタク刑事走る。イケメンになったのび太みたいです ね。でもイケメンなんだよね。で、あと送電灯の2名さん。かな、2名も強いな、ま、全く似てないっていう。似てないけど無理って思ってます。ミート S なのにアベレージヒッターはないよね。ないっす。パワーヒッター、大体みんなねプルヒッター持ってんだよね。うちのチーム出して引っ張れるかなって感じかな。サンダさんは顔もみんな一緒なんですか。サンダさんはあのデホです。パープロ君ですね。もう後でイジロー感が半端ないですね。全員これです。はい、そんな感じです。じゃあやりますか、対戦いきますか、うん、これ怪我ありでやるんですか。一応ありでやりますか。あの島田春ちゃん、トリタですか。トリタ、トリタ春道ですか。トリタ春道くん。でもサンダーがいるから。サンダー出てくんだ。サンダーで出てこざるを得ないでしょ。ぶつければいいかと思ったんだけど。よし、行きましょうか。